みんなに適用されるはずのルールが適用されない者がいる。戦争が終わってしまえば英雄は危険な存在だ。だから殺害する。短絡的だけど効果的。結局軍にとって都合がいいのは死んだ英雄だけなんだ。アレックス、問題だ。マティアス・トーレス艦長を止められる可能性は？艦長と三本線どちらをシンギュラリティとするかによる。二人ともだ。シンギュラリティが二つある空間では何が起こる？今のリソースでは計算に約7ヶ月。遠く離れた彼らにかけるしかないか。デイビッド、逃げるべき。いや、この場所でやることがある。エルジア軍がアリコーンのスペックをやっと一部よこしました。この辺の基本性能は予想通りでした。興味深いのはこれ。これ敵は主砲以外に128口径 600mm レールキャノンを装備しています。砲身は 70m を超えます。そして射程約3000キロ。アンカーヘッド港への砲撃から計算した数値と一致します。彼らが入手したと思われるミニニュークですが、核出力1キロと弾着点より半径400メートル以内の敵を破壊できます。直接の犠牲者は数万人。俺は口にすべきこととそうでないことをわきまえてる人間だ。だがあえて言うべ、思ったより被害が少ないな。さすが。この演説を覚えていますか？我が艦はこの周回な戦争をエレガントかつ最終的に終わらせる能力を持っている。この先我々が奪う命の数に世界は驚愕するだろう。そして自ら武器を置くだろう。1000万人を殺すはずだった武器。この言葉のイメージと想定される被害との間にはギャップがあります。さてと、ここで問題だ。残念ですがクイズはお休みです。敵は9月19日に核を撃ち込みます。なぜわかる？その日が大陸戦争の終戦記念日だからです。現在オーレットでは反戦デモと戦勝デモの両方が盛り上がってます。参加者は100万人規模。記念日当日はもっと増えます。ただしこの核砲弾は威力が小さい。彼らが望む結果を得るには針の穴に糸を通さなきゃいけない。終末誘導が必要だ。それGPS も使えないのにどうやるつもりなのか。うだうだ考えてる場合か。潜水艦さえ沈めちまえば問題ね。短絡的ですが効果的です。短絡だと。では今度はこれをアリコンの予想進路です。アンカーヘッド沖合を出発し、9月19日までにオーレットを射程に入れなくてはならない。オーシアとその同盟国の音響監視システム並びに艦船による探知を避ける。かつ最大先行進度を踏まえる。ルートはこれしかない。アリコンはアザレア海山列に沿って進み、 PX80443 という味気ない名前の海域に到達します。この海域は海底山脈と周辺の島嶼のために水深が浅い。釣り糸を垂らすならここだ。到達日時もおおむねわかる。よく割り出せたな。ええ、でもこの海域を抜けられるとピアニー海溝です。彼らは最大先行進度600メートルまで潜る。追跡はできません。よし、作戦内容を説明する。よく聞け。俺たちの任務は哨戒機と協力してアリコーンを発見することだ。まず第一段階、複数の哨戒機がその部位をばらまき、その部位バリアを形成する。第二段階、そこから得た情報を解析し、アリコーンがいる可能性のある場所を絞る。解析結果はデータリンクされ、レーダー情報に重ねて表示される。最終段階はトリガー。お前に潜水艦を探してもらう。特殊な MAD 磁気探知機が1機だけ用意できた。これをトリガーの機体に搭載する。アリコーンがいる可能性のある領域を飛び回る。真下に潜水艦がいれば MAD が見つけてくれる。それとレーダーには海図も表示するから活用しろ。アリコーンを発見できたら味方艦隊がアスロックを一斉発射、撃沈だ。外した場合は？作戦に参加する艦隊は4隻です。2発目にかける余力はありません。メンバーはどうする、ワイズマン？今回は俺以外全機出撃だ。わお。分
かったらさっさとその重いケツを椅子から引っぺがせ。
背後が流れた。メッセージポッチメッセージ今来るぞ。召喚機が攻撃を受けている。目標を保存。ミサイルを発射。ストライダー1が敵を落としたぜ。敵を振り切るぞ。ブレイクスルー。その分表面どこを落とすぞ。こちらスペクタースルーで敵から攻撃を受けた。幽霊どもがやられてるぞ。強いノイズが混入。MAD までお見通しだったんだ。
発信源を探知した。精霊艦、それだ。ジャミング装置の位置を送る、破壊しろ。トリガー、ジャミング部位をやるぞ。すでに大量のジャマを敷設したんだな。こっちの手は読んでるんだ。ならその先は行くまでだ。なんだ、水中ででけえ爆発が起こった。その時、耐久の様子は潜水艦に逃げられる前にジャミング部位を破壊するんだ。上限前進最大級ゲートの破壊を確認。逃がすなよ。スペクター、ノイズが収まりしたら1回の敵艦部署を解放してください。間に合うのか。最後のジャミング部位を破壊。どうだった。その部位からの通信を待て。くそったれ。Thank you.
避だ。敵潜水艦浮上。恐れるな。恐怖は海底に降りてきたはずだ。次の攻撃機会を待て。逃げ合った。
してしまいます。もう連絡できないかも。あとは任せとけ。全体へのダメージは大きいはずだ。敵の後ろにつけた。アリコンが浮上した。攻撃開始。やることをシンプルだ。命令を受け、命を受け。冷却完了。無事以下と始め。命中。目標に命中。どうにかだ。バランス対空に浮上。浮力が維持できません。続けて撃て。避けきれるのか。オクス。こんなに少な。回避しろ。これだけ当てたんだ。ダメージは深刻なはずだ。それで炎の浄化が稼げる。わかる。
使うものは軍人ではない。今すぐ攻撃がレールキャノンの根元に命中している。それもお前の道だな、トリガー。キャノンでかくてよく飛ぶ方、威力ある弾、大勢の人間、正確な狙い。元はそこに死があるのだ。完成せ。お前はその隊員を殺人だ。ならば答えろ。お前と俺、何が違う。上院300名を殺して100万人を救えて何が強い。お前ら早くお話ししよう。成功を宣言する。今度こそ喜んでいいんだな。ああ、よくやった。よっしゃ。次のミッションは32時間後だ。こいつらの残りが重なくないな。勘弁してくれ。大丈夫だアレックス、2時間おきのモーニングコールはもう必要ない。デイビッド、サマリーだけでいい。レポートをなるはやでくれ。大統領にお渡しする。おかげでこっちは80時間寝られなかった。78時間52分。 OK。 さあ、あとは結論だ。
三本線がシンギュラリティだとして彼を排除しなくても良い理由は？三本線が参加した全作戦で実際に観察されたことがある、調査対象の行動を模倣するまたは追尾行動をする従属対象の生産率が高まる。もう少し官能的に。トリガーについていけば生き残れる。彼はみんなを導く。本当に？コアの理由に。君にしては論理的じゃない結論だ。へへへ。今の君の笑い声なの？